ことは、ここにわざわざハコロームの缶詰のハコロームフーズの株式会社さんが作るってことは、やっぱそういうことなんでしょう。それでそのね、会社のところ忘れずにちゃんとこうやってね作ってくれるんですね。いやー、ありがたい話です。最近期待みたいですからね。いやー、風強くて帽子もかぶれ、しかしこれ山、本当に海辺近づくのは危ないね。めちゃくちゃ荒れてるもんな。うわっ、まずずっとね続いてる感じなんですね。うわー、一応ルート通りに行こうか。すごいわ。で、富士山上部から、浜が、ああ、しかし綺麗ですよね。うわあ、なんか青空あるし一瞬晴れないかな。あとはこっちが外海ですから、ベランボーに強い海の方ですからね。潮風なんでめっちゃベトベトしますね。あ、で慰霊碑もありますね。あれかな、津波関係とかかな。お参りして、で、うわーわーわー、もう東映ってなんか出したくなりますよね、その映画みたいに。それで軽くぐるっと回って、でこの奥にずるっとまた松原があるわけですね。いや、ちょっとベトベトしましたし、まあ多分このね富士山の眺望地行っても多分もう、これは無理でしょう。今日は富士山は多分見えないでしょうから、そこにあるね御子しるべっていうらしいです。ちょっと寄っててみましょうか。先にご飯食べていこうかな。マグロ丼気になるんだよな。揚げ沢餅、飲み物とか持っとる、これは何だろう。野菜の直売所かなんか やるのかな。あ、草花屋ってなってるから、草花をここで直売してるのかもしれませんね。で、こんなところに最近なんだな。へえ、白桃屋さん。値段はどんなもん。白桃丼とかいろいろあるな。へえ、せっかくうまそうやな。感動いいな。せっかくだしちょっと食っていこうかな。この中華丼も面白いけど、ちょっと今回はあれかな、鉄火丼かな。さあ、いただいてきましたマグロ屋さんでね、まあやっぱ真実といえば鉄火丼やろってね、いただいてきましたけど、あれなんですよね、さっきここ参ると通るときね、通り過ぎる形になったんで、ちょっと申し訳ない感じになりましたけど、あの運営一緒らしいですね。よいしょ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 。はい、あー大丈夫大丈夫ですよ、うん、ちょっと山まであれもうまたやみそうなんで、うん、それからちょっとお土産見させてもらいますね。ちょうどいいや、これ。いや、まさに食っては病んでの繰り返しでね。まあちょっとね、パッと今ちょっとまた一瞬食ったんでね、ちょっとお土産物屋さんに避難しの、安倍川餅ね、もうせっかくこっち来たやでね、安倍川餅を買って、そうしたらちょうどね、また晴れ間が出てきましたんで、よし。ちょっとあっちのテラスの方を見ていこうかなということですね。一応ね、あとね、この前までバスが来るやつもあるみたいですね。なんで、ち
ちょっと行けそうやったらそこからもうバスに乗っちゃおうかなと思います。でそうそうそう、ここも全部一丸水産さんっていうね、一緒のところがこのマグロ屋さんもやってるみたいなんでね、へーっていう、清水では結構有名な感じのところみたいですね。で、あ、トイレもここにあるんだ。トイレも綺麗なのはいいですね。で、ちょっと中、ここは、中は、今は閉まってるのかな？あ、開いてるみたいなんで、ちょっと中見てこうかな。中ちょっとね、撮影は多分 NG っぽいんで、まあちょっと中見てこうと思います。いや、綺麗だな。ってことでね、寄ってきましたけどね、いや、いよいよね、台風近づいてきたなって感じになってきてまして、風がえらい強くなってきてますけどね。で、中はすごく快適でした。資料館になってるんですけど、あれなんですね、私、ラムちゃんと入って、ただ、めちゃくちゃ涼しかったんでね、あ、いいや、ね、そんなね、何千円もね、するような資料館ではないだろう。まあ、多分ね、400、500円ぐらいかなと思ってね、入ってみたら、なんとびっくり、無料でね、展示物がね、見られるということでね、そこのところでね、ちょっとね、涼みがてら、いろいろな、情報を入れてきましたけど、あれですね、私、日本の松原って言われて、ピンと来てなかったんですけど、イラストとか見たら、江戸時代のね、富士山のイラストとか見たら、全部、あっってね、ピンとくるものばっかしでしたね。それぐらい、なんなら日本のね、富士山のね、イメージで書かれてるやつに、だいたい松とかが書いてあって、海岸がね、海とね、松とね、富士山が書いてあるあれ全部、だいたい全部、ここの日本の松原なんですね。やべえ、そんなにすごいところだとは。今日はね、ちょっとこの天気なんでね、さすがに見えないですけど、バス停はどっちにあるのかな。バス停の場所だけ確認しとこう。今写真撮っときましたけど、こっからまっすぐストンと行けないんですね。そうなんだ、行けないんだ。ちょっと厄介な位置にバス停あるんですね。まあせっかくなんで、歩いて、ちょうどこの住宅地の向こう側にどうもバス停があるみたいなんで、それだとちょっとね、行きにくいんで、せっかくなんで、さっきのね、バス停のところら辺まで歩いてきましょうか。よし。いや、でも本当美味しかったし、いい旅になってきましたよ。で、やっぱ面白いもんで、この中に入ると一気に楽ですね。せっかくなんで、さっきのね、バス停のところら辺まで歩いてきましょうか。よし。いや、でも本当美味しかったし、いい旅になってきましたよ。で、やっぱ面白いもんで、この中に入ると一気に楽ですね。多分これの防風のとも、だいぶ加工はね、今回してあると思うんですけど、すごくあれですよね。やっぱ中に入る、この夏があるだけでだいぶ違いますね。ここら辺だって全然雨濡れてないですもんね。すごいよね。さっきまたバーッと降ったんですよ。まあ台風だからね、それは致し方ないんですけど。なんかいろいろ書いてあるな。で、そう、向こうのね、マグロ会館でね、なんか行こうかなと思ってましたけど、あそこでね、いいお店見つけれたんで、まあ、1300円やったらいいですよね、安い。すごくいいな。おぉ、松ぼっくりか。まあ、風はやっぱりすごいですね。多分今、海岸沿いにいたら、軽く、命の危険を感じる。レベルかもしれませんね。ここでね、さっきも夏の林抜けた瞬間にブワーッと来ましたからね。まあ今もね、風は当たりますけど、やっぱすごいな。ここはね、一重だけですけどね、
松原のあっちの奥の方に行ったらもっと何重にも木が植わってるんで、そうすると力が分散されるんでしょうね、やっぱ風の力が。自然の力ってすごいですね。ただ今は追い風なんですよね、実は猛烈な、さっき強烈な向かい風だったんですけど、今ね追い風に変わってるんで、私の向きが変わってますからね。追い風だとね、本当になんか足が勝手に前に進んでる感じですね。本殿もあるみたいで、そうだ、せっかくだからちょっと本殿もお参りしていきましょう。ただまあまあ時間はいい感じになってますからね。何せ豊橋まででね2時間かかるからね、それも工事しないといけないんですけど、さらに私の場合は豊橋に着いてから豊橋から四日市まで戻らないといけないわけですからね、それを考慮しないといけませんよね。そうだよ、うわーしんどさあでは日本神社、すごい風だけど、ちょっと中まで行ってきましょうか。あ、横から入る感じなんだ、へえ面白いな。